20歳で全てを捨てて世界中に旅に出て本当に良かった。あの時はスキルやお金も何もなくてあったのは好きなことを続けるやる気だけ。後戻りできなかったからこそお金や仕事の勉強をするしかなかった。旅の中で世界中の景色や人に会って仕事や考え方、周りにいる人全てが変わった。結果22歳で世界中を旅しながら生活できるようになりました。やりたいことは思い切ってやるのが一番だと思います。